今日は令和元年、8月の19日です。ここは九頭竜川の源流にある一つの支流に入っている、名前は分かりませんが、九頭竜川の源流は奥が深いんで、支流を代わりに釣ろうということで今入ってきておりますが、下流のちょっとポイントで、2か所ばかり釣りました。最初のところはね、すでに、アマゴがいました。上がってこれたと思うんですよね。でその次は少し段差が 2メートル近くの段差、滝みたいにはなってたんですが、段差があるところ、それを過ぎたところにはもうアマゴはいなくて、イワナがいました。オレンジの反転についた、イワナですが、面白いことに、背中にねマダラ模様みたいなのがあるんですが、九頭竜川は福井県の日本海に流れてる川なんですけど、中国地方の系統がまだ、あるのかもしれません。要するに日本海側は寒い冬が長いんですが、その影響でこのようになるのかなという気がしてきました。水場でもそういうのがいましたし、ここ立派な落ち込みですが、まあ岩の好みではありません。岩が沈んでないんです。すり鉢みたいなイメージになってたということで、まあ、しかし、餌取り時期ですから、いると思います。そこにある滝はあれくらいだと岩は簡単に登っちゃうと思います。行ったり来たりできれば、餌取りをすれば寝床は別にあってもいいと思います。ここをちょっとは見たら、ちょうどね、真ん中のポイント、上に木があるんだな。木があるんだな。こっちを左行ったか、岩側を通った。真ん中の流れが、まあ、とりあえず私の知るとこはどこ、真ん中するならね、あの向こうの岩へ行きたいところだけど、ちょっと木が邪魔だな。これはちょっと気分悩むと、まあ一応真ん中で釣ってる。残念ながらね、真ん中はこちらから届きません。こうやって向こうの岩のところへ行って、
行ってきましたが、行ってきました。今岩に引っかかったんで、ご苦労をして引っ張って取ろうとしたらね、取れたはいいんだが、上の木にこの引っかかって仕掛けが切れちゃいます。ご苦労をしてダメなんです。まあ多分もう一匹しか粘って一匹やってきた感じですからいないと思うんで、ここを終わりにします。仕掛けを作り直さなくて。